皆様こんばんは。それからこのオブラバトニックスクールオブガバメント、よくいらっしゃいました。私がこちらの学長となっております。稲森財団と一緒に仕事ができる、これが第1回のイベントです。ございます。私はまず第一に、私ども全員を代表いたしまして、稲森先生、それから稲森財団の同僚の方々に歓迎のお言葉を捧げたいと思います。今晩大変喜んでおります。このブラバトニックスクールオブガバメントというのは、稲森財団とパートナーシップを組めることを大変喜んでおります。この学校というのが2010年に創立になりました。これは非常にレンド・ブラバニックという方の非常に寛大な寄贈によってできたわけです。その方からもご挨拶がありました。そして我々の住む世界をより良いようにしていこうというのが目的です。そしてどのようにして政府を、世界のすべての地域で政府を改善できるか、リサーチ、参加、それから教育を通じて、どのように世界の政府を良くするか、修士号、博士号の学生がここに70カ国から来ております。そしてこの学校の教授、職員と、それから世界中のリーダーの方々、こちらに学校に来られる方々と一緒になりまして、稲森さんから非常に学ぶことが多いと思っております。このあと稲森先生から実際にお話を伺いますけれども、この京都受賞者の一人の方がおっしゃいました。シンプルにするということ、これが最高の科学研究には非常に重要だというお話がありました。稲森先生はこれを強力に実行されております。このキャンパス・トゥ・フルフィルメント、こちらのブラバトニックスクールあるいはオックスフォードの同僚はこれをみんな目指しております。普通のことをやっている、生活の普通のことをやっている、一生懸命働いて感謝して良い考えを持って正しい実行を行う、あるいは自己を反省する、自己規律を守る、あるいは自分の心を磨いて向上させる、これが一番満足に導くことだとおっしゃった方がおります。オックスフォードでは実際のリサーチ、教授、それから参加ということを通じて実際にこれをやっております。今日明日と稲森財団、稲森財団もこのような価値観を実行しているところです。これから1時間半にどういうことをやるか簡単にご説明いたします。これから副学長をご紹介いたします。そちらの方から来賓の方々のご紹介、それからレクチャーがあります。その後で音楽の演奏がありまして、その後オックスフォード大学の総長の方から、小さなセレモニー、式典を行いまして、そしていろいろな学校に寄付をなさってくださった方々などのご紹介があります。でその後で皆さんの後ろの部屋で軽食をお出しすることになっております。これは事務的な知らせですけれども、皆さんの座席にヘッドセットが置いております。日本語が堪能な方は必要ないと思いますが、日本語が堪能でない方はこれが役立つと思います。まずヘッドセットを取り上げてください。でこれに、これをプラグに挿してください。このユニットに挿して、
でスタンバイというボタンを押してスイッチを入れて、英語がチャンネル1です、日本語がチャンネル2となります。これを日本語でどういうのか分かりませんけれども、私の言うこと分かんなかったら隣の日本語のか聞いてください。脇にボリュームのボタンがついております。まあ、これはちょっと事務的なお知らせということになります。ではこれから、オックスフォード大学副総長のご紹介いたしたいと思います。まあ、世界中を見渡して、世界中を考え、そしてこの大学の一つ一つの部分を考えていらっしゃる方、このグローバル大学のリーダーとして非常に、優れた方です。ルイーズ・リチャードスさん、先生です。ではバイスチャンセラー副総長のルイーズ・リチャードソン教授、お願いいたします。こんばんは。こんなにたくさんの方とこの素晴らしいスペースでお会いできまして大変喜んでおります。で、稲盛和夫先生をこのブラバトニックスクールに歓迎できるのは大変な栄誉です。ここでは単に学問的な賞だけではなくて、この財団の価値観を分け合う、つまり世の中をそれだけ良くしていく、そのための賞でもあります。世界の偉大な大学は世の中の改善のために非常に大きな役割を果たします。単に証拠を集める、あるいは批判的な考えをするだけではなくて、倫理的な行いをするという役割もあります。オックスフォードというのは特に稲盛先生、この財団京都賞のファウンダーということで大変お迎えできて喜んでおります。1932年生まれ、そしてエンジニアリングの学士号を取りました。そしてインシュレーターカンパニーに京都で働きました。でそれから京都セラミックという会社を作られました。そして1977年に、名誉会長さんという役割になりました。日本で1998年テレコム業界が規制の緩和がありましたので、稲盛さん DTI を作りました。これがその後 KDDI コーポレーションになりました。そしてそこの名誉会長にもなりました。2001年6月からですね。それから2010年の2月、日本航空のチェアマンになりまして、この会社が倒産した後再興をなさいました。そして2013年、それから2年後にはアドバイザーになりました。現在いくつかのポスト、必ずしもビジネス関係ではないですけれども、例えば京都商工会議所、あるいはロイヤルスウィーディッシュアカデミーオブエンジニアリングサイエンス、それからワシントンのカーネギー財団、それからアメリカのエンジニアリングナショナルアカデミーなどにも関係していらっしゃいます。稲盛さんは、非常に驚くべき、ビジネスの成功を収めた方でありますけれども、それは彼のキャリアのごく一部に過ぎません。1984年、稲盛財団という、ノンプロフィットの財団を作られました。この財団の仕事を通じまして、非常に、利他的な主張をなさってきました。この財団を作るにあたりまして、京都賞というものも設立されまして、ここで、特に社会に貢献した個人ないしは機関を受賞するというまで、わけです。で現在88カ国でこれを、88カ所ですね、これが活躍しております。私どもは、今日稲盛先生がここに来ていただけまして、大変喜んでおります。では
まあ、欲の社会から利他的な社会へというテーマで、今日は稲盛先生にレクチャーをしていただきます。ただいまご紹介いただきました稲盛でございます。こうして皆様にご挨拶できますことを大変嬉しく思っております。この度オックスフォード大学と私ども稲盛財団は毎年ここイギリスのオックスフォードの地に京都賞受賞者を迎えまして、その英知に直接触れることのできるイベント、つまり京都プライズアットオックスフォードを開催することになりました。この素晴らしい企画を実現するためにご尽力をいただきましたルイーズ・リチャードソン総長、ナイリー・ウッズ学長をはじめとする関係者の皆さんに心から厚く御礼を申し上げます。本日は人類の歴史を俯瞰的に捉えまして、現代がいかなる時代なのかという認識の中で、いかにして我々人類が生きていかなければならないのかということについて、私の持論をお話ししようと考えております。まずは我々が今生存しておりますこの宇宙、また地球というものの成り立ちから確認していきたいと思います。ご存知の通り、宇宙は約138億年前にいわゆるビッグバーンと呼ばれる大爆発により誕生したと言われております。以来この宇宙は膨張を続け、現在も拡大し続けております。この宇宙誕生の後、約今から46億年前にガス状でありました太陽系星雲の中で粒子が集まって衝突を繰り返しながら小さな惑星がたくさん生まれました。さらにはそれら小さな惑星が合体して誕生しました星が我々が今住んでおりますこの地球であります。当初灼熱でありました地球は次第に冷却を始め、40億年ほど前に海が形成され、その中で原始的な生命が誕生しました。またその海で誕生しました生命が進化を遂げ、陸地に上陸してきたのが今から4億年くらい前のことだと言われております。その陸に上がった生物は次から次へと進化を遂げていき、700万年くらい前にアフリカに人類が誕生したと言われております。その後人類は猿人、原人などと進化と絶滅を繰り返しつつ、やがて我々のような原生人類、いわゆるホモサピエンスに進化を遂げていきました。我々人類もそのようにして地球上で進化発展を遂げてきた生物種の一つであり、この時代狩猟採集の生活を送っておりましたが、森で木の実を拾い、草の芽を摘み、川や海で魚を捕り、山で獣を捕らえるというように、当初の人類は狩猟採集の生き方を通じて地球という自然環境の中で受動的に生きる存在であったと言われております。それは生物で構成される世界、
いわゆる生物圏の中に閉じた一つの生物種に過ぎませんでした。つまりこの時代の人類とは自然環境の制約条件の中で物質やエネルギーの循環を受容する生き方をとっていったのであります。ところが今から1万年ぐらい前に人類が農耕牧畜を始めた時から新たな局面を迎えることになっていきました。森を焼いて畑に変え、食料となる植物を栽培する、また林を切り開き牧草地にして家畜を放牧する、これら農耕牧畜の営みは地球の物質やエネルギーの流れを変えることを意味したのであります。狩猟採集の時代には人類は地球が持つ物質やエネルギーの循環を利用するだけの弱くて受動的な存在でございましたが、農耕牧畜へ生き方を変えることで地球上の物質やエネルギーの中に能動的に関わる存在へと変化を遂げていきました。これは人類が先ほど述べました生物圏の区域から解き放たれ、人間圏とも言うべき独自の生活圏を作り始めたことを意味するとともに、精神的な変化をも人類にもたらしてまいりました。それは自然に支配されて生きるという生き方に決別を告げ、自らの意志また知性を駆使することによって地球上の自然を自分のために利用し変えてしまおうというものでありました。いわば自然とは人類のために征服されるべきものであるという現代に続く認識を人類は持つようになってしまったのであります。また同時にその時に人類は自然また自然がもたらす資源は無尽蔵であると思い込んでしまったようであります。そのような考え方をもって地球上の森林の多くを切り開き、穀物を作る農場または家畜を飼育する牧場へと変貌されていきました。そしてそのことで生物種の激減をもたらすなど、地球上の生物圏を変化させダメージを与え続けてきたのであります。ただしこの頃の人類は人力やせいぜい牛馬の力しか持たず、自然への関与は限定的なものにとどまっておりました。一方農耕牧畜へと移行した人類は自らの社会の在り方をも変質させてしまいました。食料の生産を開始しました人類は豊かさと安定さを求めて余剰食料を備蓄するようになってまいりました。しかしその結果貯蔵した食料いわゆる富をめぐって人類同士が奪い合いを始めたのであります。自らの豊かさを得たいという願望を募らせ、お互いに相手の富を奪い合おうとして争いがエスカレートしたことから、人類は外敵から自らを守るために都市の周辺に城壁や看護を巡らしていきました。現在我々が目にする古い文明の遺跡に残る広大な城壁や看護とはまさに人間の欲望とそれをめぐる争いの証でもあります。人類はそのような富をめぐる攻防に数千年にもわたり続けながら、同時に自ら持っておる大いなる好奇心と探求心を持って自然現象の原理を追求し、またものづくりにおいて絶えざる創意工夫を重ねてまいりました。その結果今から250年ほど前にイギリスで産業革命が起こりました。内燃機関が発明され、人類は牛馬に代わる強大な駆動力を
獲得したのであります。その駆動力を手に入れたことによって、地球上の物質やエネルギーの循環に人類が関与する度合いは飛躍的に増大してまいりました。その駆動力の中心となっておりますのが化石燃料であります。つまり内燃機関が持つ強大な駆動力や、その燃料であります化石燃料の大量使用によって、現代の地球環境問題が示しますように、人類は地球の物質エネルギーの循環に大きな負荷をかけるようになってきたと来たのであります。これは生物圏の首輝きを逃れた人類が、その駆動力によってこの地球上でさらに生物圏を後退させ、人間圏を異常なまでに発展拡大させてきたことを意味いたします。駆動力を手に入れた人類は、そのもっと豊かな生活をしたい、またもっと便利な社会を作りたいという欲望を原動力として、さらに好奇心と探求心を募らせ、次から次へと科学技術を進展させ、わずか200数十年足らずの間に現代の豊かで便利な物質文明を作り上げてまいりました。現代の物質文明は大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムのもとに成り立っております。たくさんのものを作り、たくさんのものを使い、たくさんのものを捨てることで、絶え間ない経済成長を目指す他人に、個人に立ち返って考えれば、そんなもったいないことを しなくてはならないと思うのでありますが、社会システムとしましては、そうすることが経済発展につながり、ひいては社会全体の発展と幸福を導くというわけであります。しかし、そのような欲望に基づき、自然をないがしろにするような文明が長く続くはずがありません。2007年、私はエジプト学の世界的権威者の方のご案内で、1週間ほどエジプトを旅をいたしました。その時、ピラミッドや大神殿を残し、2000年ほど前に滅亡したエジプト文明、その高層な遺跡群だけが砂漠にそびえ立つ姿を目の当たりにし、私は文明の行く末に思いを馳せておりました。自然を征服しようとして、自然を利用するだけ利用してしまった結果、栄華を極めた文明が滅びてしまったわけであります。これは過去に栄えたその他の多くの文明も同じことです。そうであれば、わずか200数十年前に産業革命を契機に始まった近代物質文明も、いつまで続けることができるのか。本来生物種の一つでしかない人類が、自らの欲望の赴くまま他の動植物を利用し、自然環境を痛みつけることで便利で豊かな生活を享受している現代文明、そのような文明は結果として地球環境を破壊することで、自らの生存さえ危うくしてしまうに違いないと私は考えております。ましてや現在、人口爆発が続いております。1800年頃には地球の人口は10億人ほどであったと言われております。それが200年ほど経った現在、人類はおよそ70億人にまで膨れ上がっております。おそらく今世紀後半には地球人口は100億人に達するだろうと言われております。この100億人という膨大な人類が、みんな豊かで便利で贅沢な生活をしたいと願っておるわけであります。しかし、現在のアメリカで一般に営まれています生活をその人たちが送るとすれば、地球上で存在できる人類は
25億人が限度だと言われております。すでに許容を超えています。ましてや豊かな生活はおろか、生存に最低限必要なエネルギーや食料、水を100億人分も確保できるのでしょうか。人類が今までと同じように欲望を原動力として、もっと便利で豊かな生活を望み続けても、地球の許容能力の範囲までしか発展しないのは自明の理であります。そしてその限界が来るのはそんなに遠い将来ではなく、せいぜい数十年という短い時間軸であると思っています。このままでは現代文明は早晩に崩壊し、人類は破滅するしかありません。これが現在の人類を取り巻く状況だと私は考えております。次に我々が身を置きます経済社会を振り返ってみたいと思います。私はそれも同じ流れの中にあると考えております。米国を中心とする現代の資本主義も、人間の欲望を原動力としてできるだけ多くの利益を得たい、それも楽をして得たいと望むものでありました。そして人類はその持てる意志と知性を駆使して、その限りない発展に尽力をしてきたのであります。その最たるものが金や金を生む金融界における技術革新でありました。高度な数学や統計学の知恵、また最先端の IT 技術を駆使して、レバレッジを利かした金融派生商品を次々に開発し、それを全世界に販売し、金融機関は巨額の利益を上げてきました。それはまさにできるだけ楽をして巨額の利益を得たい、また自分だけが限りなく儲けたいという利己的な欲望がエンジンとなってきたと思っております。しかしそのような際限のない欲望に彩られた金融派生商品に、サブプライムローンという極めてリスクの高い債券が証券として組み込まれ、それが全世界に流通するに及んで破綻をきたし、2008年の9月にいわゆるリーマンショックが発生し、世界経済に大きなダメージを与えました。米国を中心に多くの国々の巨大金融機関が破綻に瀕し、それを救済するため各国政府は躍起になって巨額の資金を注入するなど支援を続け、ようやく世界経済は小康を保つことができました。しかし利己的な欲望に端を発した金融危機の嵐が全世界に吹き荒れることになったことは、いまだ我々の記憶に新しいことであります。このような世界経済は現在資本主義に基づき運営されております。1991年のソ連邦および共産主義陣営が解体した後、人類は資本主義をほとんど唯一の経済システムとして、その資本主義が指し示す市場原理主義、新自由主義、そしてまた成果主義を新しい社会原理として取り入れてまいりました。市場原理主義、また新自由主義、また放任的な経済の自由競争の中で強者と弱者を明確にし、格差社会を作り出しました。また成果主義は能力のあるものとそうでないものとの報酬に圧倒的な差を見、格差社会を拡大し、社会矛盾を決定的なものにしてまいりました。特に米国の経済界では、先に述べましたリーマンショックにおいて、あまりに巨額の報酬を得る企業経営者たちの存在が問われました。社会や企業内の不公平感のみならず、自らの欲望に端を発したそのあまりに利己的な在り方が社会から
グリードとして大きな批判を浴びたのであります。企業の利益とは、すべての社員の献身的な努力と協力によって作られたものであるはずであります。それを経営陣の力だけで成し遂げたかのように考え、高額の報酬を売ることなどあってはならないことだと私は考えております。そしてそのような強欲な資本主義が圧倒的な貧富の格差を生み出してまいりました。2011年10月に 1% の富める者たちが 99% の富めざる者たちを支配していることに対し、ウォールストリートを占拠せよという大規模な抗議行動がアメリカで行われ、それはまた我々にとっても未だ忘れられないことの一つであります。またフランスの経済学者ピケティ氏も、その世界的なベストセラーである21世紀の資本において、この格差問題について強い問題意識を表明しております。 R は G よりも大きい、つまり資本収益率が経済成長率よりも大きければ格差はますます広がり、世界に不安と混乱が増幅されていくということにを言っております。このような不公平な富の配分は、社会の監視や各国政府における取り組みを等を通じて若干の是正がなされました。また先に述べましたサブプライムローンなどの金融商品に対しても、国際的な監視や法整備などを通じて一定の制約がかけられております。しかし経営者の強欲が続く限り、法規制や制度だけでは成果主義に基づく格差社会の不公平と矛盾が根本的に解決されることはないと思います。また欲望を募らせ、より高利回りの投資を求める投資家や機関投資家がある限り、高いリスク高リターンの新たな金融商品が開発され、世界に蔓延し、次なる経済危機を招くことになるのは必至であろうと私は考えております。私はやはり現在の資本主義の根本的な問題は制度やシステムの問題ではなく、つまるところその根本にあるべき人間の精神の問題であろうと思います。この人間の精神を根本から見直すことを通じて、今こそ資本主義をより節度のあるものに変えていかなければ、現代の資本主義の課題を克服することは難しいと私は思っております。私は資本主義社会を生きる者が、正しい倫理観、強い道徳観を備えることが今最も大切なことではなかろうかと考えております。資本主義とは本来マックス・ウェーバーが唱えておりますように、己のためだけではなく社会のために利益を追求する経済システムであるはずであります。欲望に彩られた現代の資本主義社会の中で、どのような生き方をすべきか、資本主義を軌道修正していくことに行くにあたり必要な考え方があります。それは我々人類が樽を知るということから得られるのであろうと私は考えております。樽を知るとは、中国の春秋時代の思想家であります老子の、樽ことを知る者は富めり、努めて行う者は志ありという思想に基づくものであります。つまりそのように自分に強い、強いて行動できるものこそがその目指すところを売るということを意味いたしております。人類が持つ欲望、これは近代の人類に限りない成長発展をもたらした原動力ではあります。しかしその欲望に基づく富をさらに続けていくならば、将来に破綻を招くことは必要であります。何としても人類の欲望を
節度あるものに変えていかなければなりません。その時にまず必要となりますのが、この樽を知るという考え方であります。もうこれくらいでいいではないかと過剰なる欲望を抑え、その際限なき拡大を節度のあるものに変えていくことで、人類が地球に与える負荷を許容できる範囲にとどめていかなければ、現代文明社会は崩壊し、人類は破滅せざるを得ないと私は考えております。とりわけ地球上に存在する約70億の人口の大半は発展途上国の人たちであります。それらの人々は今も生活の向上を心から願っております。今後も高い経済成長率を目標に掲げ、資源エネルギーの消費を飛躍的に増大させていくはずであります。そのような最低限の生活から脱却を目指した発展途上国の人たちの希望の火を消すことはできません。もちろん先進諸国の人々にも豊かな生活を放棄させることは難しいことでありましょう。しかし発展途上国の人たちが消費するであろう資源エネルギーの量と、すでに高度な文明生活を営んでおります先進諸国の人々が消費している資源エネルギーの量を合わせるならば、地球資源の有限性という点からどうしても無理があるわけであります。発展途上国と先進国の人々がこの地球上でお互いに共生し、共に持続的に発展できる社会を築くためには、とりわけ先進諸国を中心に人々の意識を樽を知るという方向に大きく転換させ、人類の資源エネルギーの消費を大きく抑制することがどうしても必要ではなかろうかと思っております。大量生産、大量消費、大量廃棄という現代社会の在り方を根本から見直し、同時に技術革新を通じて資源エネルギーの使用をできるだけ少量にとどめるという方向へと経済の在り方を大転換していかなければならないと思っております。つまり現在の資本主義は大量生産、大量消費、大量廃棄、つまりたくさん使え、たくさん作り、たくさん使え、そしてたくさん捨ててしまうということが、つまり資本主義経済を回転させていく原動力だという考え方になっています。つまり多くのものを捨てなければ、廃棄しなければ、現在の資本主義社会は成り立っていかないということになっております。そのような経済だけではありません。今こそ人類の政治や社会制度、また技術革新等の営みが全てのものと調和して生きていくという共生の方向へと移行していかなければならないはずであります。それはまさに全てのものによかれかしと願う利他の心に基づいております。そしてこの利他の心こそが今後の人類が持つべき精神規範であり、人類は今後この利他の心に基づく文明を確立していかなければならないと私は強く思っております。それは自らを利するのではなく、他を利することで自らが生きていくという文明であります。今日まで人類はその利己的な欲望を原動力に素晴らしい高度な文明社会を築いてまいりました。しかしこれからは利他の心、つまり他を慈しみ他を愛おしむという優しく美しい心を原動力に、どのようにすれば地球上に生きとし生けるもの全てが共生し幸せに生きられるかということに注力をしていかなければなりません。利他の心を強調することでこそ格差社会も緩和の方向に向かい、国益を競い合う
緊張した国際関係も融和に向かい、さらには今後拡大が予想される資源や食料の奪い合いによる国際紛争も未然に防ぐことができるのではなかろうかと思っております。欲望あるいは利己に基づく文明から利他の心に基づく文明へと移行、これこそが人類の喫緊の課題ではなかろうかと思っております。夢物語とお考えかもしれませんが、しかし今人類が持つべき価値観を欲望から利他へとシフトしていかなければ現代文明の命運はやがて尽きるしかありません。企業経営も同様であります。自分だけ良ければいいというエゴ、つまり経営者の欲望、自社の損得だけで動くのではなく、従業員、顧客、取引先、そして地域社会など企業を取り巻く全ての存在と調和するような思いやりの心に利他の心で経営していくことが大切ではなかろうかと思っています。とりわけ経営者自らの経営者は自らの富の拡大に走ることなく、むしろ自己犠牲を払い従業員に尽くし、その物心両面の幸福の最大化に努めていかなければならないはずであります。一人の有能な経営者が高給を得て企業経営を采配し、多くの従業員を支配し、その富を搾取するような経営であってはならないはずであります。社員も共感できるようなリーズナブルな報酬を得る経営者が一人一人の社員の力を最大限に引き出し、その力を結集させることで全ての社員の物心両面の幸せを実現していくことに努める経営こそが資本主義社会の矛盾を是正し、21世紀グローバル社会にふさわしい経営ではなかろうかと思っております。私は利他主義こそが悩める資本主義社会を解決するキーワードになると考えております。言い換えれば、会社経営にあたる経営者の考え方に利他の心が今後ますます求められるようになっていくものと考えております。世界中の経営者がそのような思いやりの心、つまり利他の心で経営にあたれば、企業内の不調和音は解消されるばかりか、その成長発展をも実現できるはずであります。また自分だけ受ければいいという利己主義に陥った資本主義の軌道修正も可能となり、世界経済は調和ある発展を今後も持続できるに違いないと思っております。多くの方が夢物語とお考えと思いますが、そうではありません。欲望を排し他によかれかしと願う利他の心に基づく経営こそが企業を繁栄に導くということ、つまり人間の心を良き方向に変えることで、いかに偉大なことができるかということを、私は自分自身の半世紀以上にわたる経営の経験から確信をいたしております。私は全従業員の物心両面の幸せを実現することを目的に都市空間で京セラを設立いたしましたが、現在では日本円で1兆4000億円の売り上げを誇る世界一のセラミックメーカーに成長しております。また国民に丁寧な通信サービスを電気通信サービスを提供することを同期として設立をいたしました KDDI、 それは現在日本における第2位の通信事業者として5兆円に迫るような売り上げを誇っております。さらに世のため人のためになるならと
無報酬で再建に当たった日本航空は世界有数の収益率を誇る航空会社に生まれ変わり、現在の売上は1兆3000億円の規模に達しております。また利益の方も1000数百億から2000億の利益を上げるような会社になっております。現在人類の在り方、つまり資本主義の在り方が根本から問われておりますが、私自身の経験がそうであったように、その心あるいは精神が変わることで状況は一変すると考えております。我々はまさに今文明の転換点に立っております。このまま反省もなく自己の欲望をベースとした活動を続けていくならば、近代以降人類が永遠と築いてきました物質文明も、またこの資本主義も自壊するしか道はないのではないかと思っております。今経営者のみならず現代を生きる者が自己の欲望や利益ではなく愛と思いやり、つまり利他の心をベースとした生き方を選択できるかどうかが問われております。そして一人一人の思いと行いを変えることが世界を一変ことが世界を一変することになるはずであります。生きとし生けるもの全てを慈しみ助け共生できる新しい利他の文明、その実現がいかに困難に思えようとも人類の英知と力を結集するなら必ずや可能になると私は信じております。なぜならば後ろめたい暗い欲望のエンジンよりは純粋で美しい利他の原動力の方がはるかにパワーがあるからであります。そのような強大な人類の良き心のパワーと素晴らしい英知を結集するならば、近代200数十年間に築いた欲望に基づく物質文明よりもはるかに高度で豊穣な精神文明を我々は残された時間の中で必ずや築くことができるに違いありません。ここに集う全ての皆様とそのような素晴らしい未来を展望するとともに、このオックスフォード大学はそのような人類に新しい知恵を開く場であり続けますことを記念申し上げ、私のスピーチを終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。